ベン・ホーガン、ベン・ホーガン、ベン・ホーガン、1912年8月13日から1997年7月25日は、アメリカが州国テキサス州ダブリン出身のプロゴルファーである。11歳から地元テキサスにあるグレン・ガーデン・カントリー・クラブにてキャディをはじめ、1931年に19歳でプロゴルファーとなった。ホガンはその現役時代における最強のゴルファーで、 かつ、ゴルフ史を通じても、屈指のプレイヤーに数えることができるというのが、彼に対する、大方の評価である、まず間違いなく、史上最高の手であると評価する声すらある。鋭い眼光から、ザ・ホーク、タカ、到鉄冷静なプレイスタイルから、アイスマン、アイスマン、ベンクレンショーラーと区別して、ビッグ・ベン、ビッグ・ベンなどの異名を持つ方眼は、確かなゴルフの技術に、 裏打ちされた強固な意志と、果敢な決断力を持っていたため、しばしば対戦相手を身動きできないほどに萎縮させたと伝えられる。また、ホーガンは競技中、ほとんど言葉を発することがなかったとも言われる。身長5フィート7インチ、体重140ポンド、64キログラムと、ゴルファーとしては決して体格に恵まれなかったが、ドライバーの飛距離は、 出る方で、プロになりたての頃は、ドライビングコンテストにも出場していた。1938年から1959年の間、ホーガンの選手生活は、第二次世界大戦や、致命的とも思われた自動車事故で中断されたにも、かかわらず、プロゴルフのトーナメントで64勝を達成している。また、ホーガンは、右打ちだったが、本来は、左利きで、 少年時代に右打ちに直したものだという話がメディアなどで語られることがあるが自身の著書ファイブレッスンズの中でも同様の話を披露している。ただし、ホーガン自身は晩年の1987年の米国ゴルフマガジン社とのインタビューの中で生まれつきの左利きという説を明確に否定している。自分は右利きだが最初に与えられたクラブが左利き用だったので最初は 左打ちで練習していただけだと語っている。ホーガンには打法を含めて様々なミステリーがあるが、ホーガン自身がとりわけ役時代、無口な上に、しばしば質問に対して、答えをはぐらかしたりミスリードすることがあり、そうした言動が謎を生じさせていた。しかし、このインタビューは裁判年の動画インタビューであり、彼自身の生の声で語られただけに、真実性が高いと思われる。 1948年のみで、ホーガンはトーナメント実証を稼いだ。しかし、翌1949年2月2日、37歳、0ヶ月で、拳銃自殺した父チェスターの誕生日の64年、霊後に、36歳5ヶ月の弁護悲劇が襲う。自動車運転中、バスとの正面衝突により、瀕死の重傷を負ったのである。骨盤の複雑骨折、 鎖骨、左足のくるぶし、肋骨の角骨折に加え、身体各所に血栓ができ、彼は、生涯にわたって循環器系をはじめその他肉体的な制約を背負うことになる。当時の主治医は、競技ゴルフに参加することは、もちろん、二度と歩くことすらできないのではとの診断を行った。この1949年の事故の前には、 フォーガンは当時のゴルフ界を支配する選手といっても過言ではなかったにもかかわらず、お世辞にも観客たちの心をらえて話さないような人気プレイヤーとは言えなった。これはおそらく彼がコース上でどこか冷徹で超然とした人柄に見えたせいである。しかし、交通事故の際、フォーガンは妻のバレリー、バルを救うため、とっさに妻の膝の上に体を倒し、 身を挺して守ったことが周知されると、ホーガンに対する評価は一変した。1950年のロサンゼルスオープン大会において、ホーガンが事故のわずか11ヶ月後にトーナメントに復活を果たし、しかもプレイオフでサムスニードに敗れをしたものの第2位の成績を収めた。当時の巧妙なスポーツ記者、グラントランドライスは、この大会でホーガンが2位に終わったことを、 彼は負けたのではない。彼の強烈な気力を支えられるほど、彼の両足は強くなかったのだと評した。しかしながら、フォーガンは、これら評論家たちの声を尻目に、復活からわずか5ヶ月後にメリオンカントリークラブ18番ホールの、プレイオフで、ロイド・マングラムとジョージ・ファジオを下し、自身2度目となる、全米オープン優勝を達成した。また、 この後もホーガンは事故で痛めた片足を引きずりながらも6つのメジャー大会を含むプロゴルフツアー12勝を達成している。1953年に第17回マスターズ第53回全米オープンオークモント選手と監修を隔てるロープが初めて導入された大会第82回全英オープンカーヌスティでゴルフ史上初のメジャー大会館3観を 達成。この年出場したメジャー大会全てで勝利を挙げるという快挙でもあった。当時のスケジュールでは、全米プロゴルフ選手権最終日は、全英オープン会期中に設定されたため両方に出場るのは不可能であり、しかも全米プロゴルフ選手権は、マッチプレー形式で1週間ほぼ連日36ホールを戦わねばならず、ホーガンは肉体的負担などを考慮して、 キャリアで一度だけ、全英オープンを選択して出場したと推測される。全英オープンでは、ディフェンディングチャンピオンのボビー・ロック、後に全英を5度制覇したピーター・トムソン、ロベルト・デビセインゾ、ダイ、リースラの挑戦を退け、最終日には、全英オープンコースレコードを68と更新し、2位に4打差で優勝した。全英オープン初優勝を、果たして帰国すると、 ニューヨークで、神吹雪の舞う外戦パレードで迎えられた。同年には、トッププロスポーツ選手として、ヒコックベルト、ヒコックベルト、1950年から1976年まで存在した、年間最優秀、プロスポーツ選手賞を授与された。引退後は、ゴルフクラブ製造会社、その後、キャロウェー社、キャロウェーゴルフカンパニーが、保有を創立した。 今日でも彼の名前を冠したゴルフクラブは数多く製造、使用されている2015年から新製品のリリースを再開。一方、ホーガンが60代後半になるまでシニアツアーは創設されなかったために彼はこのツアーには参戦していない。晩年はアルツハイマー病に悩み、1997年7月25日に84歳で逝去した。ホーガンは 同時代のゴルファーの中でも飛び抜けて練習熱心な選手であったことが知られている。ホーガンは人間のゴルフスイングは不純物にまみれてインザダートを折り、ゆえにたくさんボールを打ってこれを洗練されたものにすることが肝要であると考えていた。駆け出しの頃はフック、右打ちの場合、打ったボールが大きく、 左側に曲がってしまうことに悩まされたが、自らのスイングを半ば自動的に行うための秘訣を開発した。この秘訣は1955年に雑誌、ナイフの記事として紹介されたが、多くの読者はホーガンがその秘訣のすべてを明らかにしたとは信じなかった。ホーガンの信じた打撃理論は、堅固で反復可能なゴルフスイングは、 書くことのできない、わずかな要素から構成されるもので、この要素を正しく、そして継続して行うことが、すなわち、スイングの要定であるというものである。ホーガンの著作、ファイブレッスンズ、モダン、ファンダメンタルズ・オブ・ゴルフ。日本語訳版、モダン・ゴルフは、最も多くのゴルファーに読まれたゴルフの手引き書と評価する向きもあり、しばしば現代の、 スイング理論の競争と呼ばれるものから表説されることさえある。この著書は彼の前世期過ぎに書かれたものであるが、ゴルフスイングのメカニズムについて、彼の熟練度と明瞭な知見を余すことなく伝えている。太字はメジャー大会優勝。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。